キリュウさん、大丈夫だったの？南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃキリュウさん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ？違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって、連中に遥かや春人の父親のことを聞けなかった。ああ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ？そういうつもりじゃなかったんだが、まあ、なりゆきでな。それじゃあまた来る。ええ、いつでも。兄貴、ご苦労様です。お疲れ様です。うっす。どうも。なんじゃ踊れら、ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんすけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた？なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思とるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことすか？もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかせ。ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか？え、頭、俺にも。いや、思っとったより偉い若いけ面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ？もう、そうじゃろ？ええ、本当に？ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけん。
名前は沢村遥か。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。ああ道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか。ああそうだ、俺ちょっとおやすさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやすさんの用事って。いや、なんだったっけ、歩きながら思い出しますんで。ま、松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ、そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すいません、わしらはもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しゅうって。そうみてえだな。今日は親分いねえのか。親さん、どうですかの。あん人はいつの間にか裏口で出入りしておりますき、わしちょっと見てきますか。いや、いいさ。だがいるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。東京の客人かい？ええ、お邪魔してます。入んなよ。うん、なんだそりゃ。おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう、うちの方で何か不自由させないかい。おかげさまで大丈夫です。うん、あ、そう。南雲にあんたの鳴り込み聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことを調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は堅気の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろ。ジジイの膝の上が気に入ったか。え、すみません。ほら、パパのとこ帰んな。それじゃあ俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します、親分。兄貴、もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか。そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ、いや、なんでまた。いいんだ、それじゃ。
キリュウさん、ちょっと。うん？うちの店の近くに昨夜の舛添って組の人たちがうろついてる。キリュウさんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んで来られたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあこっち、坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。キリュウさん、こっち。こっち、キリュウさん、早く。こっち。こっち。おう、アレミ、ガキを抱えとる男じゃ。キリさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨夜何やらかしたかもう忘れたんか。面かしてもらうと。じゃが、その前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さあ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけど、殺す気でやったらいいや。
キリュウさん、大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か？ええ、大丈夫。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。キリュウさん、こっち。龍南神社、ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって春人君のパパを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の尽きだ。だが連中と話して分かったこともある。はるかはやっぱりこの町にいたみたいだ。え、どういうこと？広瀬一家の連中は遥かのことを知っている。少なくとも写真を見せた時、顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。遥ちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺に遥のことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町で遥と何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。遥のことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、桐生さんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。え、これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の？ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、また春人のこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。春人君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。